何辛気くせえ面してんだ。今すぐどうこうなるわけじゃねえだろう。それでもあなたがいなくなるのは辛い。な顔するなよ。くそ。覚悟はできております。約束ですから。先に言ってるから。ち、どいつもこいつも聞き分けが良すぎるんだよ。ジュド、フィオナを頼む。ついでにお前の子供のことも頼まれてやるよ。子供どころか相手もいないお前がよく言うぜ。俺は寝なし草なのさ。まったく救いようのないバカ親子だな、てめえらは。それには同意するが、腕は確かだぞ。特に銃と女性の扱いに関してはな。ま、後のことは心配するな。心配なんてしちゃいねえよ。お前らみたいな害虫を駆除し損ねたこと以外はな。そう思うなら一日でも長く生きて、害虫が悪さをしないように見張るんだな。ああ、そうするさ。お前らも気が向いたらこいつらに、イヴァの戯言に付き合ってやってくれ。何を始めるつもりだ。儀式ってやつさ、胸クソが悪くなるな。神ってのはよっぽど悪趣味なんだろうさ。いいだろう、その悪趣味ってやつに付き合ってやろうじゃないか。どうせ時間はいくらでもあるからな。見届けてやるよ。あんたが命と引き換えにして守ろうとしている世界がこの先どうなるのかをな。シュバルツ、バイスがしたようにあなたも選びなさい。どれほど否定しようとも、どれほど逃れようとも、これがあなたの運命なのです。結局のところ、あなたは自分で運命を選んだのです。この場にいることがその証。行為は必要ありません。必要なのは神をよみがえらせるための行為、それだけです。さあ、あなたの望むようになさい。相手は一人でも、二人でも、三人全員でも構いません。これがあなたの待ち焦がれた瞬間ですよ。望んでなんかいるかよ。森人ってのは物好きだな。そんなに使命ってのに縛られ続けたいのか。使命という大義名分のために誰かを不幸にするのであれば、それはやはり正しいことではないのでしょう。ですが、私は森人として生きていく以外の生き方を知りません。俺が親父から受け継いだ使命のために生きていくしかできないのと同じようにか。恨み事は聞かねえぞ。この命
自由になさってください。たまには自分の意思で決めたらどうだ。自分の生き方ってやつをな。今この場におりますのは私の意思によるものです。まりびと以外の生き方を知らずとも、私自身の意思を持ち生きることはできますから。シュバルツ様はいかがですか。この場にいるのはあなた様の意思ではないのですか。俺の意思なんてなもん。いや、これが俺の選んだ道だ。俺の意思で親父の意思を継ごうと決めた。もう後ろを振り返るのは終わりだ。前を見て進むだけだ。そのためにお前の命が欲しい。承知しました。私の命喜んであなた様に捧げます。世界にあるすべての命のためにこの身を捧げます。守り人としてではなく、使命からでもなく、私自身の意志で、すべてはあなた様のために、共に未来を紡ぐために。見せてください、新しい世界を、その可能性を。あなた様のすべてを私の中に解放してください。